さあこんにちは、コークです。さあ本日もね、バドスターやっていきましょう。さあ今回はね、ブックオフ550円という価格で販売していた孫悟空使っていこうかなと思います。まずはバターカードで、ゴールデンコンビ極円悟空、極円ザマス極円悟空の、カメハメハモードを持っているミラ使っていきます。で最後に、孫悟空、アプリは3でいきます。さあ今回は守りガチガチ固めました。でも極円貫通来たらアウトかな。ミラはカメハメハ持ってます。これ復活バーダク軍が来た時に復活のための対処、何言ってか分かんないですけど、まあお願いします。でメインが550円の孫悟空と、まあ、低レートのブックオフ、ストレージいこうかなと。お願いします。バーダク軍団行ったらいいですね。ガード貫通できるんで、何言ってか分かんないですけど、すいません、お願いします。 OK、 バーダク軍団アプリ3なんで、まあ、復活組めたとしてもカメハメモードもあるんでいけるでしょう。 OK、 さあ行きましょう。キーソードはないよね。キーソードないけどそれでいい。チャージングとコルムが究極。 OK、 固定ダメージか。OK、 固定ダメージはやられちゃうからそれ以外は耐えたいね。OK、 ロックオン持ってると、オッケー、オッケー。さあ行きましょう。さあここら辺はね、チャージ頑張っていきたいとこですね。 OK、 ここも頑張ろう。ちょっと空いたな、ミラクル出ないかそれでいい。 OK、色。次のラウンドでボルンガ究極バトルスロットチャンスが発動するぞ。ミラクル出ていく。ミラクル率アップしてんのか。OK、 さあ行きましょう。まあ、ミラクルは出るでしょうね。まあしゃあないですね、これは。 OK、 OK、 ゲージが
分復活組んでくると思いますね。サポートバトルアプリ発動チャンス、バトルアプリセット完了。さあ行きまーす。ボタンがちょっと押せなかったな。スーパービッグボーナスが発生するぞ。ボルンガ究極バトルスロット効果発動。オッケー、まあ復活ですね。ユニット効果大。オッケー。まあ、先行は取れないんで、あまり前に出しすぎて気絶したくないんでね、これでいきましょうか。 OK、 あ、そういうことですか。まあいいでしょう。ここは耐えきれると思う。OK。 OK。 さあ行きましょう。もう負けときましょう。気絶しないんでね、負けといた方がいいです。 OK。 ここは耐えたいね。気絶したくないんでね。これはパーフェクトなんじゃないかな。気絶したら嫌だな。まあ死にはしないんですけど、気絶するのが一番ですね。いや、ちょっとめんどくさい。エクストラステージ。まあまあ食らうけど、まあまあ極限は僕はやっぱ強いですね。まあ、ここ負けますか。まあ、死にゃはしないと思います。半分になったんじゃない？だってカウンターラッシュ、あれ半分になってないっていうパターン。なんとなんと、せっかく孫悟空のカウンターラッシュを見せたかったんですけど、残念ながら見せれませんでした。半分になってないからか。まあしゃあないですね。これでも半分になってないですもんね。ガンガンアプリか。1万2000は減らないと思いますね。OK。 あとはバーダックのぶっ飛びがどこに入るかですね。敵のぶっ飛びスイング発動。これこれ、まあ腎臓か。まあいいでしょう。
さあ、サーナンドも先行取れるんでね。OK。先行取れる？取れないな。ああ、気絶したからやってこないと。まあいいでしょう。さあ、行きましょう。OK。OK。さあ、行きましょう。エリート連携。オッケー、さあここでミラクル出ていく。連携効果で気力が回復したぞ。やるじゃないか。ブーストゲージが増えたぞ。オッケー、さあ BS 連携、上手。さあぶっ飛びどれぐらいかっすね。オッケー、あ、そうか、連携しなかったんだ、ラッキー。あ、どの道ダメだった。オッケー、さあぶっ飛び行きましょう。4戦ぐらい行くと思いますね、ぶっ飛び。オッケー。さあということで復活してきたと。今回ねブックオフの孫悟空を使ったんですけど、ちょっと活躍しなかったんですけど、まあまあまあ、最後にはミラのカメハモ、カメハメハモードで決めさせていただきます。OK ということで最後までご視聴ありがとうございました。バーダック軍団ね、もうかなり多いんで、まあ、バーダック軍団の対策ある程度しとけばなんとかなるかなデッキでした。最後までご視聴ありがとうございました。カオクでした。